球場でございます。広報誌神戸で、無料招待の欄を見かけたんでお電話をおかけしたんですけど、はい、これは何名までなんでしょうか。2名、ま、1通のハガキで申し込みされる場合2名までという形になるんですけども、あ、じゃなくて、その最大何名様まで枠を用意してるんでしょうか。はい、最大ですか。はい、あ、1試合あたりですかね。そうですね、まあ、こちらは日本ハム戦と楽天戦が、まあ、期待されてるんですけども、はい、その1試合あたり、その例えば1000名までの枠だとか2000名までの枠だとか、はい、その辺のところはどうなんでしょう。ちょっと当選数、抽選企画になるんですけども、はい、当選数についてはちょっと公表してないというのもですね、試合日ごとに一般の方の前売り等の売れ行きとかとの兼ね合いもありますので、あ、特にちょっと枠とかは公開してないんですけども、席がある程度の日付が来た時に余ってる時に、まあ、当選するみたいな形。そうですね、はい、当然企画しているので当選者がゼロということはありえないんですけども、まあ、その市民その無料招待ということですけども、これはやっぱり、国民の税金がある程度最初入って総合運動公園とかが作られているから、はい、市民無料招待ということになっているんでしょうか。いや、ではなくてですね、はい、球団の方で、まあ、神戸の球場でやって神戸市にある球場でやっているので、空きがあれば招待抽選でさせていただいているという企画ですね。エネルギーの残存量問題とかご存知でしょうか。はい、エネルギーの残存量問題とかご存知でしょうか。いえ、詳しくはちょっと存じ上げないんですけども、一時テレビでもだいぶ放送してもらってたんですけども、はい、私が若い頃1998年ぐらいで石油の技術的採掘可能埋蔵量、これが世界全体で69年分ほどで、で2011年で59年分、ここ喫緊の2022年のデータで、残り54年分なんです。でロシアなんかは1万5000メートルもそこまで掘ってくれてると。でガソリンの消費は年々拡大していて、これはその発展途上国が先進諸国化している状況っていうのももちろん一つあるんですけども、高層ビルなどをたくさん建てすぎて、それによって例えば、まあ、30階建てぐらいのエレベーターが6基ほど入っていて、商業施設などがあって、たくさん人がエレベーターを使用するようなエレベーターの、ついてるビルに関しては、大体年間で1億円ぐらい電気代使用されています。それだけたくさんエネルギーが消費されるということなんですね。で、そういったエネルギーの残存量問題に関して、なかなかこういうことに関して知識を持たれている方がテレビで放送しなくなったら、まず見かけなくなる。公職印象を持たれてる公務員の方でもそういうことを言われなかったら、覚えていない。で学校教育で第一次世界大戦や第二次世界大戦は資源の奪い合いで発生していると。でその後には何があったかって言ったら、先進文明をずっと続けていくことはこれは無理だということの判断がもうすでにその頃にされてるんですよ。はい、だからあんまりこうどう言ったらいいんですかね、やっぱり無料で招待っていうのはまずいと私は思ってます。淡井圭介というものなんですが、はい、そのエネルギーの残存量問題に関して、そのオリックスの今、まあ、電話で担当されている方はオリックスの球団の、部門の方でしょうか。あ、野球場の担当にはなるんですけども。あ、野球場そのものの担当ですか。はい、野球場そのもの、まあ、オリックスバファローズに合併して球場自体はどこが保有しされてるんでしたっけ。球場は神戸市の所有になりますよ。ああ、神戸市ですか。はい、そしたら市議会議員の人たちが分かってるっていうことですね。はい、市議会議員の人たちが分かっていないか、それか、まあ、現場の人たちが分かっていないということ、ね、はい、ちょっとその辺は私も何とも存じないんで分かんないですけども、はい、いやいや、もう分かる分かんないんじゃなくて、今の説明聞いた時点で分からなきゃならないから、大人だから。そうですか。はい、急に石油とかガスの輸入が止まったらどうなる。
アキード、自分の仕事を優先して、はい、金稼ぎを優先して、はい、エネルギーの無駄遣いをしているような連中が、まあ、税金利用して、ね、金稼ぎしているようじゃこの世の中、無理がありすぎますので、はい、スーパーマーケットで、まあ、食料が並ばなくなることは分かりましたね。ガスの方は残り技術的採掘可能埋蔵量49年分なんですよ、はい、で石油の揮発したものの7割が天然ガスなんです。これは石油を採掘するときに一緒に天然ガスを採掘しているのと、石油に関しては揮発するのがすごく早いんです。ですので、まあ、油田の中がガス化していると、まあ、そういうふうな状況なんです。だから、お立場は、どうなんでしょう、主任だとか課長だとか、あなたはどういった立場の方なんでしょう。まあ、普通にスタッフになりますけども、はい、一般の、まあ、正社員の5年以上 その働きがあって永久就職の雇用契約書をお持ちの方でしょうか。そこまでちょっとお答えする必要はないと思うんですけども。いやいや、もう国に関わってるからそれは答えなきゃ無理ですよ。公務所公開という法律とか知ってますか。公務員ではないって。いや、公務員じゃないから、はい、じゃあ両方隠蔽したらいいかって言ったらそれはダメなんですよ。ちょっとそれはお答えしかねます、ね、いや、事の流れを全部話してますので、はい、これね、まあ、ね、もしそうお話しされるんであれば、先ほど申し上げたように野球場が神戸市さんの所有になるので、神戸市さんの方にちょっともしご意見の方をしていただいた方がいいかとは思うんです。いや、それだけは済まないですね。あなたはもう聞いてるから、もう自分の名前をもう名乗らない人間なんか現場で働かせたらダメなことになってますから。はいはい、裁判所の判断が分かるでしょ。いえいえ、ちょっとそういう話でしたら、ちょっと我々もこれ以上お答えすることは申し訳ないんですけどもできませんので、はい、すいません、ちょっとこれ以上はお答えしかねますね。じゃあ今後無料招待は続けるということですか。はい、そうですね、企画があれば。いや、だからそれは期間がないっていうことなんですよ。私が20歳ぐらいの頃からバイオハザードっていうゲームが出てますけども、かゆいうまいっていうメモの文章が炭素膜から出てきたりしてるのは、ゾンビっていうのは食料の供給がいつ届かなくなって腐った食べ物を食べて、でジンマシンとか出て体が弱ってきて、で、もう生きていけなくなったものたちを表現してる。それ分かってて作ってるんですよ、カプモンさんも。はい、何の危機感がないかって言ったら、あなたがね、もし原油の産油国で他国に石油を売っていたとしますよ。で、自分の国が原油が足らなくなったら、ほぼほとんどの人間が死ぬっていうことが分かっているのに、他国にあなた売りますか？売らないでしょ。それ家庭の話されても、私が別に原油を売る立場でもなんでもないので、はい、その辺は国なり。いや、でも君のが、いや、君の言ってることが、間違えてるの。いや、そうじゃなくて、君、いや、間違ってるか正しいかを、これが全員が正しなかったら、はい、急に輸入が止まって終わるから。はいはい、申し訳ないですけども、もうこれ以上、その話をこちらにされても、お答えしかねますので、ちょっと名前は、名前はもう名乗る必要はないと思いますので。もう、国土交代と同じ、交代しとくわ。はい、すいません。はい、はい、失礼いたします。すいません。ということで、以前から、まあ、ウィングスタジアム神戸を作ったのが阪神淡路大震災が発生した1995年の最中に、被災した建物を解体しないで、ウィングスタジアム神戸を作っていたのが神戸市の実態で、で、まだ、ビルとかを建設して、ひどい挑発行為で、その者たちは横領事件を教えるのであって、三振と以内の請求で差し押さえられなきゃならない立場、市議会の人間も今までの歴代の全員がそう。その1990年にバブルが崩壊して全てが判明したのに、まだ悪あがきをして税金使い込んで消費税上げて金稼ぎをしていた。これがそいつらの実態で、名前も名乗れないような人間はどこの会社でも働かせならない。当たり前のことです。どうせ悪いことしてるから。